大変お待たせいたしました。これより1月の定例記者会見を開催させていただきます。今回は発表案件がございませんので、各社さんからのご質問にお答えする形とさせていただきます。それでは、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、京都新聞さん。京都新聞の今川です。はい、お願いします。今日も雪ということで、はい、彦根では2021年年末に大雪になって、はい、その後、各シーズンですね、その後のシーズンいろいろ対策を練られてきたと思うんですが、はい、今季はどんな体制でされるのか、ちょっとご説明いただけますか。はい、2年前のは本当に大変だと、記録的な豪雪であったので、その後反省を踏まえてですね、県や琴土木、そして国土事務所、あるいは警察、ネクスコ、そういったところ等の協議も進めておりますし、そういう除雪体制というのは強化しております。限られた財源ではありますが、また捨てる雪の場所ですね、それに混乱して交差点等々で残って、その後混乱したということもあるので、その除雪した雪を捨てる場所の確保と、その車両といったものを強化して出した除雪対策として、進めているところです。それとまた当時一番問題になったのがですね、国道8号線で、トレーラーがスタックしたという、近江鉄道を越える陸橋なんですけど、そこも国の方にしっかりと要望して、今融雪装置つけていただいて、今も毎分稼働してるよね、大丈夫だと思います、稼働しておりますので、はい、そういったところを進めておりますと同時に、やはり、たまたま明日もちょっと総務省とかに行くんですけども、引き続き我々の地域っていうのは、今後こういう、線状降雪帯、こういったものが入ってきたらですね、大雪に見舞われるというところ、気候変動のもと、降雪地帯には指定されておりませんけども、そういったことが起こりうる場所だというところを、例えば特別交付税で措置を願いたい旨のお願いは毎年させていただいているというようなところでございます。この今日の昨日から今日にかけては、今のところ融雪剤の対応でということで、 もちろんその除雪体制等々、準備はしているところでございます。引き続き気象台等と連携取りながらですね、迅速に対応できるようにしていきたいと思っています。補足があれば。除雪車の台数とかそういうのが分かれば、はい、道路河川課長です。失礼します。すみません、除雪車の台数につきましては、今期につきましては、合計で除雪機械が116台で、排雪用の機械として91台ですね、合計207台の体制で作業の方に当たっていただいております。これは昨年度から約50台強増強しているところでございます。やっぱウィークポイントが病院の前からですね、8号線の高宮にかけての通りっていうのがなかなかやはりちょっとボトルネックになったりしてたというところで、そこの、担当いただく業者とかっていうのをしっかりと見直してというか、一本化してですね、とりあえず交差点に雪が溜まったりしないで、しっかりと見守って、そこの責任のもと除雪いただくような体制というのは取っております。ありがとうございます。すみません、今の関連、病院って何病院ですか？ごめんなさい、彦根市立病院前です。はい、病院前は常にモニターでチェックして、救急搬送の影響のないようには日頃からしております。市立病院から八号線に向かう道ですね。そうですね、あそこで特に高宮の交差点とかが雪が、ような2年前のほど来ると片側1車線になってしまって、そこでも完全に動かなくなってしまうっていうところですね。もうそれは平成二十何年かもそうでしたね。全くあれ動かなくても、立教29年ですねの時も、道っていうのはやはり、県道ではあるんですけども、カメラの北村以降はそうですね、県道ではあるんですけども、県の方としっかり連携取りながら除雪をあそこをしっかり重点的にしたいなというふうに思ってます。今現在止めてる道路と今後予定されてる道路、市内どうでしょうか？市内は今ないですね。はい、今後の予定は、明日が雪残りそうやって聞いてるんですけど、
失礼します。道路河川課です。市道、彦根市内の市道につきましては、今のところ計画して通行止めするところは考えておりません。で、県道も聞いておりません。で、ただ、高速道路と国道につきましては、状況によっては通行止めがあるかもわからないというような情報をいただいてますので、これはまあ雪次第ということになりますので、はい、あくまでも国道と高速道路ということになります。はい。今現在では国道もないわけですね。はい、ございません。はい、この市内においてはございません。はい。前回の2年前の反省点で、やはり、事前の周知というのがやはり足りなかったっていうのがすごくあるので、高速をいきなり止められて降りてこられたということがあるので、止める前にはもう十分その、例えばテレビとかで、事前に報道いただくことで、今回の雪についても、かなり前から不要不急の外出をしないというような旨、ね、お出かけをお控えくださいまでの報道はいただいているところでございます。で、かつ、ネクスコに関しても、あれ、妖怪地で止められるとですね、迂回ができなくて、前回のような大渋滞を起こしたということがあるので、南の、止めるのであればもっと南の方、あっちの新名神の方を取っていただけるような、立東のところで止めていただいて新名神迂回していただけるような方法というのをお願いして、実際そのように取り込んでます。妖怪地までだと妖怪、そこからどうしても上がろうとされてしまいますので、止めるのであればその迂回、高速での迂回ができる、っていうところをしっかりとお願いしているところです。ありがとうございました。はい、産経新聞さん。あ、どうします。あ、どうぞ。雪の捨てる場所というのは対策というのはどのような対策なんですか。今前回特に例えば勝手に河川には捨てれなかったんですけども、何箇所か河川で河川を取って県の管理なので、豪雪の一定の豪雪の帯にはそこ雪を、一時的に置くという形ですけどね、冷えさせていただく場所何箇所ぐらい、8箇所か、はい。そこは前回は全然できなくて、結局彦根港に運んでたんですね。彦根港の横の県の土地のところに運ばせていただいたんですけど、それではとても追いつかないということで、もう本当に豪雪の時は河川に搬入させていただくようにしています。河川というのは具体的に何かは、はい、市内で8箇所県の方を利用していただいているんですけども、具体的には犬神川であったりとか琵琶湖の湖岸、今市長が言いました通り彦根港の近くもあったんですけども、それ以外の琵琶湖岸であったりとかっていうところ、はい、セリ川ですね、はいはい、そういったからの規模の大きな一級河川に排泄をさせていただいております。はい、犬神川やセリ川、そうですね、とおさめと琵琶湖岸です。琵琶湖岸、はい、それは前回も行けたけども今回またさらに拡充という形です。はい、わ、かりました、ありがとうございました。ありがとうございました。その他ご質問ございますでしょうか。はい、中日新聞さん。中日新聞です。よろしくお願いします。話変わって、公共施設の、管理計画の話なんですが、はい、先月の記者会見だったりで、特に、いろいろ思いなさり、学校が問題になるということはもう分かっているという話だったかなと思うんですけど、そういった点で教育委員会さんと何かこう具体的か、もしくは何かこういうスケジュールで進めようみたいな話っていうのは進めされてるんでしょうか。前回教育会議で公開でさせてもらってました通りですね、今後も教育委員さんと話し合いながら、まずは今年度その先行自治先行されている地域との県視察とか、あるいはもう今大体どのぐらいの人数になるかというのはもう数字では出してあるので、特にですねやっぱりクラスが一つというのは仕方ないにしても学年をまたいで一クラスしかできないというような事態というのがもう想定されてくることになりましたので、若干前倒しで、そういった計画も進めていかなきゃいけないなというところです。でもいずれにしましてもこれは行政主導で進めることがなかなか難しいという中で、地域のご理解をいただかなければならないというところです。で、地域の声が上がってくるのを待っててもしょうがないので両輪で進めなきゃいけないなというところで、丁寧に説明しながら行って、そういった中で例えば学校とか統合とかになった場合にはその地域のコミュニティというのも大事にしながら、あるいは防災の拠点という意味でも大事にしながら、例えばスクールバス等で対応できないかとか、そういったいろんなことを考える。まだ一番大事なのは、
子どもたちにとっての学びの環境で、やはりずっと一クラスしかないっていうのも本当に言うと僕はまたいじめとかそういった問題も出てくるので、できれば、まあ、大規模校にはならないまでも統合できるものであれば統合したいと。またあと一定その学校施設というのの老朽化というのがまあ一斉に来ます。そういった中で、どうするのが一番費用的にも収まるか、もちろんその大変財政的にも厳しいので、そういったところも勘案しながら今進めているところです。もうかなり時間はかかると思いますけども、一つずつ計算して、出していきたいし、また実際に統合した時にどのぐらいの費用がいるのか、統合しなくて維持したらいくらがいるのかといった、シミュレーションもこれからどんどんやっていきたいと思ってます。まだ始まったばかりなんですけど、はい、ありがとうございます。でもちょっとに、まあ、小学校とかを、まあ、統廃合するってなると、まあ、かなり時間がかかるというのは、まあ、それはそうだろうなと思うんですけど、まあ、一方でその若干前倒しする必要があるとおっしゃったんですが、うん、その今現時点 の, そのスケジュール感っていうと、うん、何十年後にこのステップ分で、うん、20年後にはとか、そのあたりというのはいかがでしょうか。今まさに作っているところなので、一定こう大体のスケジュールが出てきたところ、今まあまあまだ詳細は決まってないです。今年度それを今 まさに作り出しているところですので、ただちょっとそもそもテーブルにも載ってなかったと思います今まで、そういったところが。というのもやはりなかなかこう市というとこう中期財政計画までは立ててるんですけど、5年先までは10年先まではちょっと見てなかったりというところが、まあ、ちょっと慣例としてあった中で、やはり今後その今から5年以内は大丈夫なんですけど、その後に出てくる、学校の修繕とかそういったものがかなり公共施設全般ですごく出てきますので、そういったところをしっかりと取りまとめながら計画を進めなきゃいけないということで、教育委員会にも認識をいただいて、そこも計算しながら、まあ、ちょっと組織横断的にしないと学校のだけの思いでもできませんので、取り組みを今組織横断的に始めているようなところです。ありがとうございます。それは、学校施設に限った話か、それともそれを含む公共施設全体についてですか。はい、そうですね、学校施設が、まあ、危機の課題にはなってくると思いますが、もう全般です。それこそ文化プラザもそうですし、かなり修繕が予想よりも費用がかかってくることに なりそうですし、あるいは他の公共施設についても行政財産というか行政財産か、そこの施設については随時見直しをしていきたいなというふうに考えています。先ほどの点で、今年度に作り出しているというのは、今、2023年度、すみません、令和6年度計画で、ちょっと教育委員会大会のいいで、ごめんなさい、ちょっとまた後で、もし、まあ、ただまだ今ちょっと出せるような資料まではまとまってないと思うんですけど、年次計画を今もう作っていただいて、6年度は、おそらくその調査研究というところがメインになってくる先進事例、例えば富山とかそういったところで学校統廃合されている実例とかも見なければいけないですし、何よりその地域の説明ができなきゃいけないので、我々がこうあるべきということではなくて、どういった形でその先進地が進められているかという事例も研究したいと思っています。ありがとうございます。関連してというか、まずちょっと派生してなんですけど、まあ、そういった財政、市長財政の、まあ、健全化といいますか、進めるという話で、先月の議会の終わりの時にも、まあ、その福祉の向上に使っていくという感じだったかなと思います。で、今現時点でその、福祉の、まあ、住民福祉の向上に向けてどういったところに当てたいというふうに考えていらっしゃるんですか。もう基本的にそのどうですか、もう やらなければいけないことをすらできてなくって、っていう状況なので、もう本当に全般です。例えばその何かを全て切っているというわけではなくて、本当はここに10つけたいのが7しかついてないというようなところとかもありますので、今これが重点というところではなくて、もう福祉政策全般ですね。あとプラス教育の環境というところです。もちろんその学校も今本来であればもう少しちょっと修繕しなければいけないような部分とかも多々ありますので、教育の環境として、そういったところでも十分かなりずっと私が市長就任以前から先送りされている部分というのもありますので、そういった部分を拡充していきたいなというふうに思ってます。そしてまた当然、今回
県の方も合わせてここまでの、あの医療費の無償化とか、あそういったところまで踏み込みましたけれども、それも継続的に財源が必要になってきますので、そういった計算の中でまあやらせていただいているんですが、今後さらに例えば、今現状ではとてもまだまだあの給食費の無償化にまで踏み込めるような状況ではありませんので、しっかりと財政の、まあ、もう健全化は十分に図らせていただいているんですけれども、やはりあの自主財源の確保ということに重点を置きながら、ないなりにアイデアを出して進めているようなところです。とにかく、まあ、福祉施策全般、まあ他市町に比べて遅れている部分もありますので、そういったところを拡充していきたいと思っています。もう財政の弾力性が全くないのでね、あの歳入があればもういくらでも回さなければいけないところがあるようなと状況です。ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、京都新聞さん、すみません、ちょっとさっきおっしゃった、明日総務省に行かれるっていうことですけど、はい、これはどういう、まあまあまあ、あの毎年行っている交付税の要望とにはあの毎年行かせていただいてますので、それがまあたまたま明日日程で組んでいるというところです。毎年行ってます。この時期に毎年、そうですね、もうちょっと早い方かな、あの年内年末の時もありますし、今日、あの特にあの一昨年の大雪があった時は、まあ、これに絡めてというのも非常に、あの特別交付税というのはやはりこの大雪とかいうのがすごく考慮していただけるところもあったので、あれはもう本当にすぐに行かせていただいたと思います。年明けて、はい、大体この時期ですね、これからの予算配分が始まる前に。ただまあまあ正直なところ、今今年のその特別交付税等々要望というのはやはり一定被災地の支援等に割り当てられる部分もありますので、なかなかそんな無理なお願いは当然はできないなというのは思いながらも、まあ、地域の要望は届けていかなければならないという思いで、行こうかなと考えています。はい、はい、ありがとうございました。その他ご質問ございますでしょうか。はい、あ、はい、参加者に最新 の、 あの広報飛行で、はいはい、の表紙になんか図書館のすごい、はい、あのイメージ図が出てます、はい、でこれは令和10年開館でしたか、まあ、目指しているところですね、はい、まあ、もうちょっと先の話、はい、でまあ、その中でその、うん、まあ、建築家の方が、はい、まあ、その図書館のこうについて市長の思いをこう語ったように書いてあるんですけど、はい、市長の図書館に対する思いってはどのようなものなんでしょうか。まあ図書館に関する思いといいますか、やっぱり我々11万市で最低、まあ、まずこの 2つ目って、特にこれあの人口中心地になりますので、ここで図書館を開くということはもう非常に重要だなというふうに感じます。あのちょっと北に偏っているところがあり、ものすごくこの図書館というのはやはり要望、地域からの要望が強いところでございます。そういった中で例えばこうゼロから図書館を作るとなると、今だともう30から35億かかりますよ、自買収抜きでかな、入れても、そのぐらいかかる、もうちょっとかかるかなというような状況ですので、補助メニューがないんですね。図書館を例えばどっかに作りますと言ったとて、そういった中、その、まあ、あのいろんなあの駅に近くやっているというところと、その既存の建物をうまく利用するというところで、まあ、今のところ4億円台での市の持ち出しで、まあ、あのそれ相応の図書館ができるというところですので、非常に費用対効果は高いものだと思います。それもまたあの世界的に有名なバンシールさんという方にお受けいただいて、シンボリックにもなりますし、あの一帯はスポーツ文化交流センターとして、あの文化としても図書館というのは非常にあそこのにぎわいの創出、にぎわいというかね、あの市民 の、 あのサービスの向上につながると思ってますので、ぜひバンさんにその建築していただきたいと、進めていただきたいというふうに思って進めてます。でかつ本来ですと、あのバンシールさんなんてこんなこの程度のっていうとは大変恐縮なんですけど、もっと大規模なものすごい、あの桁が一つ違うような事業をさ、あの建築をされている方なんですけど、やはり一定あるものを生かしていくっていう、再利用、このリノベーションっていうところに共感いただいたと
というところで今回の話が実現してしましたので、まあ、あの別途災害協定等々も結んでいただいているんですけれども、あのお金じゃない部分っていうところで共感いただいたので、ぜひこれをあの市民の財産としてですね、実現して有効に活用していきたいと考えています。あの、彦根市民 の、 その図書館 の、 あの貸し出し冊数っていうのが、うん、なんかそのこれは市の中に出てて、うん、滋賀県の中ではもうほぼ最低レベルで、そうですね、はい、そういったことに対する問題意識っていうのもあるんでしょうか。もう当然そうです。それ以前にももともと予定では本当はこう三冠体制で今考えてるんですが、とても財政状況厳しい中それを実現するのは相当困難であって、財政の健全化が図れただいぶ先になってしまう中で、一定その人口中心地に、まあ4億がでも十分高いっちゃ高いですけど、まあ、もうその本来でしたら25億とかあの面積でもかかるようなものが、5億以下で建てれるということは十分費用対効果もあって市民サービスに資するものだというふうに考えています。計画の中では、はい、そのこれとはまた別に中央図書館というか、はいはい、それはまだ計画で残ってるんですが、それはもう本当に補助メニューが全くなく、今建設費用と考えたら多分もう下手したら用地買収で40億の世界だと思うんですけども、とても無理なので、はい、もういつぐらいか10年後20年後されるんで、そんな感じのイメージですか。で優先順位としては先ほど来出ている、学校を直していくというところが想定、これもまたそういう図書館の要望されている方にもしっかりとご説明申し上げなきゃいけないんですけど、子どもたちのその学校環境の方がまず順位としてありますし、そもそもとして我々一市四町でまだあのゴミ処理施設の問題今検討中ですけども、そういった非常に大きな投資が必要な中で、なかなか次の図書館までっていうのは相当先になるというのはもう常々訴えさせていただいているところです。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。その他ご質問よろしかったでしょうか。あ、はい、前田慎吾さん。広報彦根、私も、はい、新年号見まして、はい、ありがとうございます。コラムを、うん、そうですね、これから書きます。はい、でもこれまで、YouTube とか、うん、で発信されてましたけど、うん、やっぱり活字の重要性っていうのを認識されたと。そうですね、やはりYouTube といってもやっぱり全然見て全市民を見てもらっていませんし、世代も限られます。でやはり全校配布でございますので、そういった中でしっかりと事実関係というのを伝えていくべきであろうというところで、まだもう YouTube も増強しているんですけども、コラムなんかね、最近僕が言われたのが彦根市というか、僕は和田市長はなんかどっかの町みたいに何十個も分別する方法を進めているというのが噂で流れてて、まことしやかにそうぐらいが言われてたんです。だから何町やったっけ、なんか小さいお町でものすごく分別されている方、そうですかね、あれを導入しようとしているというのがもう本当に、奥様連中の間で広まってて、いやいやそんなことはないんだ、分別方式は一切変えないんだというようなところまでも誤解を解かなければいけない。一旦広まった噂ってもうこれがもう本当に通ってしまうの で、 でそんなことは進めてないんだよっていうところも含めて、しっかりと事実関係、今我々が進めている公規制発行感想方式というのがどうなんだとか、はい、いうのがやっぱりちょっと一定おかしな方向の噂が広がったりしますので、そういったところはしっかりと事実関係を伝えていこうというふうな思いで、広報でもしっかりとおかしな方に行かないようにはしていきたいと思ってます。YouTube でも定例のライブ配信みたいなのも始まりましたかね、うん、そうですね、はい、だそれとセットで、そうですね、活字でも公式の、はい、全然多分ご年配の方とか YouTube 見ていただけてない家庭も多いと思いますので、まあ、特にそのご年配夫婦の方、奥様に言われたんです。もうそれ、そういうのは私たちそういう話をしてるのよと言うと、
いやいや、そんなことは進めてませんよって、どこから出たとかそういうところまでわからないんですけど、そういう話になっているので、いやいや、我々そんな分別方法をそんな風には考えておりませんので、一子四鳥での取り組みをちゃんと説明していこうというところです。はい、じゃあ新年祭で、はい、期待しております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。その他ご質問よろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、本日の質疑応答につきましてはここで終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。最後に、次回ですね、2月の、あ、ごめんなさい、失礼しました、2月の行事予定表につきましては、配布資料の通りとなっておりますので、ご確認をお願いいたします。なお、次回の定例記者会見は2月20日火曜日でございます。午前11時から、本日と同じこちら市役所の特別応接室での開催を予定しておりますので、よろしくお願いをいたします。それでは本日の定例記者会見につきましては以上で終了とさせていただきます。お疲れ様でした。